バスケットボールは国際的なスポーツです。そして世界最高峰のバスケットボールリーグである NBA も世界中にファンを抱えています。そんなグローバルな人気を誇る商品のブランドを保つため NBA のリーグエグゼクティブはこれまでに選手たちを縛るルールや規範を複数敷いてきました。暴力行為や違法ドラッグの使用といったモラルと法律に反する行為を禁止することでゲームの規律を保とうとしてきたんです。ただいつの時代でもそんな規定を超越してしまうプレイヤーは出てきてしまうのでした。そしてそういった選手には罰金措置をはじめ場合によっては長期間の出場停止処分が下されることもあるんです。では規定違反を犯して NBA 史上最も長く出場停止処分を下された選手たちとは誰なんでしょうか。そしてそれらの事件とは一体どのようなものだったんでしょうか。皆さんこんにちは、エースです。今日は NBA 史上最も長い出場停止処分が下されたケースを取り上げ詳しく紹介していきます。エース NBA チャンネルではこのようなバスケ好きや NBA 好きにはたまらないコンテンツを配信していくので動画を見てくださる中の約 75% の未登録者の方はぜひともチャンネル登録をお願いします。後悔はさせません。では参りましょう。 Let's do this。ドーピング、危険物質の使用、20から25試合。身体能力の高さがパフォーマンスを左右するリーグである以上、NBA の歴史の中で運動能力の向上や神経の興奮を目的とした禁止物質の使用は珍しくありませんでした。コカインやマリファナなどの薬物こそ禁止指定されてはいたものの、オキシメトロンや HGH などの PED の使用についてはほとんど検査すらされていなかったんです。ただそのようにもともと他のスポーツリーグに比べて取り締まりが緩かった NBA もついに2010年頃からは定期的な検査に加えて出場停止処分レベルのペナルティを選手たちに課すようになります。ジョアキム・ノアは2014年の NBA 最優秀守備選手賞を受賞するほどの高いディフェンス力を誇った選手でしたが、彼はリガンドロールという禁止物質を使用していたことが2017年に発覚してしまいます。その結果ノアは20試合の出場停止処分に加え、その20試合分の給料4億円を契約金から差し引かれる処罰を受けています。ギリシャリーグのスターであるニック・カラテスは2013年から2015年までメンフィス・グリズリーズの一員として NBA でプレーしていますが、彼もその間タモキシフェンという禁止物質の使用で見つかってしまっています。育毛を含む健康促進目的で摂取しているとカラテスは抗議したものの、結局リーグは彼に20試合の出場停止処分を下しています。そんな NBA は2018年以降さらに禁止物質の取り締まりを強化しており、2019年には PED の使用でジョン・コリンズやディアンドレ・エイトン、ウィルソン・チャンドラーらそれぞれに25試合の出場停止処分を課しているんです。ドーピングが発覚すると二度と復帰できない競技もある中、25試合程度で許される NBA 選手はある意味ラッキーなのかもしれません。半殺し事件、26試合。カーミット・ワシントンが1977年にコート上で起こした事件に対して、むしろたったの26試合の出場停止処分しか下されなかったことが驚きです。1977年の12月9日に起きたこの事件は、ロサンゼルス・レイカーズの一員のワシントンとヒューストン・ロケッツの選手であるケビン・カナーとの試合中の小競り合いを発端としています。争いの勃発を受けて、ワシントンの当時のチームメイトであるカリーム・アブドゥール・ジャバーは即座に2人の殴り合いを止めに入るのですが、彼はその後の展開についてこう話しています。ロケッツのルディ・トムジャノビッチが僕と同じように2人を止めようと近づいてきた次の瞬間、聞いたことのないくらいの大きな濁音が鳴り響いたんだ。と。なんと小競り合いを止めるために近づいてきたロケッツの選手のトム・ジャノビッチが殴り合いに加勢しに接近してきたと勘違いしたワシントンは、彼の顔面めがけて渾身の右ストレートをお見舞いしてしまうんです。まるでスイカを叩き割るような音だったと表現される一撃を受けたトム・ジャノビッチはその場に倒れてしまい、周りには彼の頭蓋から漏れ出る血液と髄液の海が広がるのでした。彼は顎と鼻を骨折した上で脳震盪を起こし、なんと顔の骨格が頭蓋から約1センチもずれる重傷を負ってしまうんです。
幸い半年間の治療の末復帰を果たすことができたトムジャノビッチでしたが、彼はその日を振り返って、漏れ出した髄液の味で口の中がいっぱいだったという恐ろしいコメントを残しています。さらに彼の集中治療を担当した医師は、彼よりもずっと軽い頭蓋損傷を負っても命を落とした患者をたくさん見てきたと話しているので、彼が生き延びたことはこの上ない幸運だと言ってもいいでしょう。そしてこの半殺し事件を受けて NBA はカーミット・ワシントンに対して合計26試合の出場停止処分を下すんです。26試合のバンは1977年時点で史上最長のコート内事件による出場停止処分でした。もし同じような事件が現代で起きたとしたら、間違いなく26試合の処分では済まされないことでしょう。首絞め事件68試合。1999年プレイオフにて第8シードのニューヨークニックスを NBA ファイナルにまで率いた功績で知られているラトレル・スプリーウェルですが、彼のキャリアを語る際に必ずと言ってもいいほど取り上げられるのがこの首絞め事件です。1992年に NBA 入りをしたスプリーウェルはゴールデンステートウォリアーズの一員としてファーストチームオール NBA 選出と3度のオールスター選出を受け、次世代を背負っていく期待の星として注目を集めていました。ただスプリーウェルの個人の成績とは裏腹にチームの成績は依然として振るわず、1997年に新たに就任した選手に厳しいと評判の PJ カーシリもヘッドコーチと反りが合わなかったことも合わさって、スプリーウェルは次第にフラストレーションを溜めていくこととなります。そうして1997年の12月月日、彼はチーム練習の場でその溜まった鬱憤を爆発させてしまうんです。カーシリもコーチにたびたび罵声を浴びせられたスプリーウェルは、それまでのむしゃくしゃから一気に逆上してしまいます。彼はお前を殺してやると脅迫しながら、両手で数十秒にもわたってカーリシモの首を締め上げるんです。首締めをチームメイトに止められた後もスプリーウェルはもう一発カーリシモを殴っており、一連の騒動を耳にした NBA とチームエグゼクティブは最終的に彼に68試合の出場停止処分を課すこととなります。処分の後スプリーウェルはニックスへとトレードされて、その後もある程度は活躍を遂げていくものの、二度とオール NBA 級の選手に返り咲くことはありませんでした。銃器の持ち込みと使用未遂、合計88試合。マイケル・ジョーダンをはじめギャンブル好きな NBA 選手は多数存在します。実際チームによっては移動時の飛行機で大金をかけたカードゲームを行う風習もあり、ギルバート・アリーナスも普段からそういった催しに参加していた選手の一人でした。そしてそんなある日のカードゲームの賭けをきっかけとして銃器を巻き込む大事件が起きてしまうんです。2009年、飛行機の中でカードゲームを通した賭けに負けたアリーナスは意地を張ってチームメイトのジャバリス・クリテントンに対する賭け金の支払いに応じず、半冗談のつもりで激怒するクリテントンに鎌をかけていきます。そんなに憎いなら今度俺が練習に銃を持ってきてやるから、それを使って俺を撃ってみろよ。そして当時キャリア2年目で怖いもの知らずのクリテントンもこの挑発に乗ってしまうんです。実際後のチーム練習にてアリーナスは本当に4丁の銃をロッカールームに持ち込んでクリテントンの前に並べてしまいます。ただこの4丁の銃はどれも装填されておらず、たとえ引き金を引いたとしても弾が出ないように仕組まれていました。さあ好きなのを選べよと挑発するアリーナスのいたずら心も、なんとクリテントンが自ら持参した拳銃を取り出すと一気に動揺に変わってしまいます。そしてこれは後にわかることですが、クリテントンの銃はしっかり弾が装填されているものだったんです。この展開を同じロッカールームにいたカロン・バトラーはこう説明しています。クリテントンが自ら銃を取り出した瞬間、ロッカールームが凍りついたね。アリーナスのはブラフだってみんな分かっていたけれど、クリテントンに関しては何をしでかすか分からなかったからだ。彼は実際ギルバートの脳天に銃口を当てるところまで行ったが、最終的には俺たちチームメイトの粘り強い説得でその場は収まったんだ。と。この一歩間違えば悲惨な結末を迎えていた恐ろしい事件はリーグを震撼させ、NBA は即座にアリーナスとクリテントンに対してシーズンの残り期間すべての出場停止を言い渡すこととなります。結果的にアリーナスは50試合、クリテントンは38試合リーグから追放されることになり、リーグ史に刻まれたこの騒動は幸いにも犠牲者を出さずに幕を閉じています。
パレスの騒乱、合計142試合。NBA 史上最悪の事件とも言われるのがパレスの騒乱と呼ばれる騒動です。この事件の中心選手の一人であるロン・アーテストはもともと気性が荒く、頭に血が昇ると抑えられないプレイヤーとして名が知れていました。その反面、彼は優秀なディフェンスをプレーする選手としてリスペクトをされており、2003-04年シーズンには最優秀守備選手賞を受賞しているんです。しかし2004年の11月19日、そんな彼のアグレッシブな性格は大きく裏目に出てしまうこととなります。当時インディアナペイサーズとデトロイトピストンズはイースタンカンファレンスの頂点を狙うチーム同士、熾烈なライバル関係にあり、その11月の試合でも終始拮抗したシーソーバトルが繰り広げられていました。そして試合時間残り40秒でダンクを狙いに行ったピストンズのベン・ウォルスに対して、アーテストは不要なラフファウルをしてしまうんです。このファウルに激怒したウォルスがアーテストを突き飛ばす形で2人は乱闘に突入しかけることになります。すぐさまレフェリーや両チームの選手が割って入ったので、事態は一旦収束したかのように思いましたが、次の瞬間一気に騒動に火をつけてしまうことが起こります。なんとスコアリングテーブルの上で頭を冷やそうとしていたアーテストの顔面に、あろうことかピストンズのファンが投げたコーラ入りのコップが命中してしまうんです。こうして怒りに飲まれたアーティストは瞬時に飛び起きると、異様な剣幕で客席の中に猛進し、コップを投げたと思われるファンを殴りつけていきます。さらにこの混乱に乗じてチームメイトのスティーブン・ジャクソンやジャメイン・オニールもスタンドに進出し、溜まったフラストレーションを敵のファン相手に晴らしていくんです。彼らはしばらく経ってコート上に引き戻された後もピストンズファンへ猛攻を続け、最終的には大ブーイングの中スタジアムを後にすることとなります。これほど大規模な騒動が起きたのは NBA 史上初であり、リーグ側はそれ相応の対応としてアーテストに86試合、スティーブン・ジャクソンに30試合、ジャメイン・オニールに25試合の出場停止処分を下すんです。 NBA のファールの取り締まりやセキュリティの大幅な強化はこの事件を受けて加速したとも言われています。どの事件や処分が一番衝撃的でしたか？もともと知っていたものはどれほどありましたか？ぜひコメント欄に感想や意見をお願いします。動画を楽しんでいただけたなら高評価、そしてもっと見たいと思った方はチャンネル登録をお願いします。では次の動画でお会いしましょう。エースでした。また。